子猫の地位が始まるよ。子猫の地位が始まるよ。ひどいよお父さん、ずっとずっと楽しみにしてたのに。だからごめんって、急な仕事で外に出られないんだよ。一緒に滝を見るって約束したよ。滝ならこの間見たじゃないか。うん、見てない。今日はどうしてもダメなんだよ。お父さんの嘘つき、連休にキャンプに行くって約束したのに。仕方ないんだ。陽平、無理言わないの、お仕事の都合だから。陽平、分かってくれるよな。陽平、どうした？お父さんなんか大っ嫌いだ。陽平、どうした？にゃ、もうこんな家出ていくんだ。にゃ、あんな家家出して当然だよ。あ、家出？そうか、僕家出したんだ。僕はこれから一人で生きていくんだ。そのためにはお金が必要か。アルバイトしなきゃ。で、余ったお金でおもちゃを買ったり、お菓子を買ったり。家で頑張るぞー。イヤッホー。お母さん、遊ぼうよ。ねえ、お母さん。あら、そういえば。陽平？お父さん、遊ぼう。ねえお父さん、つまんない。やっぱり僕の年だとまだ無理か。お腹すいたな。お小遣い持ってくるの忘れちゃった。取りに帰ろうかな。いや、絶対に帰らないぞ。はあ、え、お母さん。陽平？走ったらもっとお腹が減っちゃったよ。もう動けない。あ？お？お？あれ？この匂いは魚だ。いや、待ってよ。急がないとなくなっちまうぜ。いや、お魚だ。
チー、頼むからいい子にしてなさい。うん、つまんないの。はい、なんだ。ごめんね、お店の中はどちらかっててこんなところで。いえ、とんでもないです。家でか。私にも経験あるよ。行こう。どうしても親の言うことが許せなくてね。もっと食べる？いえ、もうお腹いっぱいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。あらま、行儀のいい子だこと。頑張りなさい。はい。ごちそうになって申し訳ありません。いい子にしてろって言ったろ。って言っても仕方ないか。子猫だもんな。お父さん、お仕事終わった？どうしたち、遊びたいのか？にゃー。傭兵だって一緒に遊びたかったんだよな。ん？あ、そうか。うわー、綺麗だね。おお、お父さんたちも来ればよかったのにね。あの時傭兵は一人で滝を見ていたんだ。みんなで見たかったな、滝。傭兵、ごめんなさい。え？傭兵が滝を見てないって言ったのは、お父さんと一緒に見てないっていう意味だったんだな。傭兵は頑張っていい子でいてくれたんだな。ありがとう。傭兵、今からでもキャンプしないか？え？さあ、お肉が焼けたわよ。おお！うわ、おいしそう。ほら、あれ見えるか？星？柄杓の形をしてるのが北斗七星だよ。ん？あった！本当はキャンプに行ってみんなで満天の星空を見たかったんだけど。うんうん、お家でキャンプもいいね、お父さん。傭兵。
よし、今日はテントで寝るぞ。やったー。まずは傭兵。次にチーだ。なんだなんだ。じゃあ閉めるわよ。わーい、ここいいところ。チー、それそれ。今度はこっちだ。それそれそれ。もうそろそろ寝るわよ。公園で怪しい声が聞こえるって。謎の生き物の正体を暴け。次回、チーと不思議な羽、追いかけろチー。にゃー。